あの可愛い子ちゃんが、量産されたんだぜー。皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。マリサだぜ。今回はマクロスセブン機体解説編ということで、マクロスセブン戦団の特殊部隊の一つ、エメラルドフォースが使用した機体、VF-19 を解説していきたいと思います。動画をご覧になっていいなと思った方は、高評価&チャンネル登録よろしくお願いします。VF-19 は皆さんご存知の、YF-19 がコンペティションで勝利を掴んだ後、正式採用に至って実際に配備された機体です。今までの可変戦闘機は、A、B、C 型などの故障が一般機でしたが、本機は F 型が一般機、対象機はいつもと同じく S 型となっています。と、ここで正式採用にあたっての変更点を少しお話し、マクロスプラス本編や、YF-19 機体解説編をご覧になった方はお分かりかもしれませんが、本機の元となった YF-19 は、最後の有人可変戦闘機計画とも言われた、プロジェクト、スーパーノアでコンペティションにかけられた機体で、それゆえに、様々な各種最新技術を、惜しげもなく投入された機体なんだぜ。そのため、エンジン出力が過剰であったり、機体安定性が不十分であったりと、歴代トップの操縦テクニックを誇る、イサムデスラシュミレータで複数回墜落して、死亡判定をもらうなど、とんだじゃじゃ馬だったんだぜ。いくら特殊部隊とはいえ、原型そのままではオーバースペックすぎると、各種再調整した機体がこの VF-19 だぜ。具体的には、主翼形状の変更、より安定したエンジンへの換装など、より扱いやすい機体への変更が行われたんだぜ。こうして、ある程度の腕のあるパイロットなら扱える、非常に高性能な可変戦闘機として生まれ変わったんだぜ。以上だぜ。より強く、より扱いやすくを追求した機体が、本機 VF-19 の特徴とも言えますね。また、前に述べたゲーム VFX、VFX2 においても、VF-19 は登場し、VF-19A として各特殊部隊に配備されています。ちなみにこの A 型は、地球圏の部隊のみに配備となっており、その性能も YF-19 に極めて近いものとなっています。なぜ地球圏のみかというと、前もお話ししましたが、もし、他の移民惑星に配備し、反乱でも起こされたら短期で、地球絶対防衛圏の突破並びに、マクロスブリッジへの攻撃が行えてしまう恐れがあったためとされています。ビビってますね。そのため、各移民惑星の配備申請に対して、軍部はこれを却下。その代わりに F 型や S 型、さらには最終生産モデルである E 型などの、性能を落とした機体を配備することで、その要望に応えています。マクロスセブン戦団で使用されている機体は、主翼形状もそうですが、カナード翼が取り外されていたり、機体各所にバーニアスラスタが増設されていたりと、より、宇宙での戦闘を主眼に置いて、制作されていそうな雰囲気ですね。また S 型はいつものお決まりで、一般機と比較し、頭部機重数、並びに、作敵能力、通信能力が強化されています。と、ここで各種機体情報に移りたいと思います。ローディング。このように見ると、機体カラーの青は、宇宙でめちゃくちゃ視認しにくそうな色ですね。それだけ、宇宙船にかけていたのでしょう。あと、頭部がめっちゃ、ドラグナー H 型みたいだなって思いました。主な武装は、頭部のレーザー機銃、一般機は1門、対象機は4門となっています。また、標準武装の5つであるガンポッドは、YF-19 のものと比較し、細部が簡略化されています。これは量産にあたっての変更だと思われます。また、ふくらはぎの部分にミサイルを搭載。これは YF-19 の時から変わっていませんね。また、本機もスーパーファーストポジションである、
大気圏内外両用ブースターが存在します。 YF-19 用と比較し大型化しているのが見て取れますね。これは実験段階であったアクティブステルス技術が確立された説や、宇宙空間を主眼に置いた機体のため各種空力を気にしなくてよくなった説などが挙げられます。オペレーションスターゲイザーが発令された時にエメラルドフォース各隊が装備していましたね。それでは実際のゲームシーンをどうぞ。ローディング。 VF-19 エクスカリバーファストパック装備を許可する。僕にだってやれるはずだ。成功させてやる。敵が戦闘エリアに侵入。迎撃せよ。作戦開始。機影確認。演習機よ。来るわよ。熱源反応多数確認。デストロイドよ。注意して。攻撃目標を撃破。作戦終了か。強すぎる性能を抑えられてしまった VF-19 ですが、さすがにそのままずっとトップを走り続けることはできず、 YF-24 でおなじみのエボリューション計画の始動とともにその姿を見ることが少なくなってきました。しかしながら一部の YF-19 愛好家とめっちゃ頭いいそのお友達によって VF-19 アドバンス計画なるものが発動。それによりまだ戦える VF-19 が作られ、2機作られた試作機は後に民間軍事会社 SMS によって実戦テストが行われたとか行われていないとか皆さんご存知のあれです。これについては後にしっかりと動画を作りたいと思っているので、ぜひお楽しみにお待ちください。あと少しばかりお願いなのですが、今回から動画の構成を少し変えてみたのは、皆さんご存知のことだと思います。OP 入れてみたり、BGM 変えてみたり、ロード画面入れてみたりと、あとちょっと画質も上がってるわずです。より見やすく、より楽しんでいただける動画を、目指してこのような変更を行いましたが、これらについてご意見、ご要望。また、これらの他にもこんなことが知りたい。動画に載せてほしいなどがありましたら、ぜひコメント欄でどしどしコメントをいただけると幸いです。すべてを拾えて反映できるわけではおそらくありませんが、これからもより良い動画作りを目指して頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いします。年表解説、それに伴う機体解説が終わりましたら、拡張距離移民船団がどこに行ったとかの話、キャラクターの相関関係や、マクロス各シリーズにおける、セルフオマージュの解説などをやっていきたいと思いますが、これ以外にも、ご要望ありましたらどしどしコメントください。というわけで、多少長引きましたが、これにて VF-19 の解説を終わりとさせていただきます。次回は、最終決戦で12星座が次々撃墜される中、サクッとフォールドしてきてサクッと作戦を遂行した、あの機体を解説していきたいと思います。お楽しみにお待ちください。それではご視聴。
ありがとうございました。